皆さん、いつもご視聴の方ありがとうございます。今日は、群馬県にですね釣り師を展示してありましたので、そちらの方を、見に来ました。セルシオのトップグレードですね、これ最上級グレード C タイプ F パッケージインテリアセレクションです、距離が8万8000キロ。フリクラッシュセーフティグリルつきます。このオプションは C タイプ以上じゃないとつかなかったオプションですね。高額なオプションですから、ね、それからクリアランスソナー、そのつかこれはフェンダーも美しいですね。純正のリアからはこんな感じですかね。ゴールドエンブレムに変わってると。でサスコン付きなんでちょっと車高下がってますよね。これはスタッドレス付いてるんで、ここなんかブレンボーなんで変えてあるんで、まあ、ブレンボーのマークですかね、ロゴですかね。しかしたらもともとあれかな、インチアップしたタイヤでもつけてたのかなっていう感じがしますけど、よいしょ。それからDAD が好きだったんですね、マニュアルの。中はね、インテリアセレクションなので、ちょっとドアは開けられないんですけどね。黒側ですね。ライト綺麗な方ですね、これね。
まあ、詳細については販売店さんにね、お問い合わせください。これは群馬の桐生ですね。桐生市にあるオートプラザさんって言うんですけど、今タックスっていうね車屋さんの名前に変わってるのかな、うん、オートプラザあとタックスとかってね検索していただけるとわかるかなと思いますので、興味のある方はお問い合わせしてみてください。